あんたがエイムスだな。よし。あんたがエイムスだな。そのままで聞くんだ。俺は敵じゃない。テロリストに化けて潜入している。いいか、テープを外す。騒ぐな。誰から私のことを。忍者の格好をしたミスター X と名乗る。なるほど、これを外してくれ。私はリチャード・エイムズ。シークレットサービスだな。いや、ラリール・レロンに派遣された。君と同じだよ。何？大統領の居場所を知りたいんだろう。時間がない。手短に話す。その前に体内通信に変えよう。ナノマシン経由か。そうだ、声を出さずに会話できる。その方が安全だ。聞こえるか？大丈夫だ。あんた本当に大統領の居場所？ああ、シェル2中央棟の1階に移されたらしい。シェル2中央棟の1階。今もそこにいるのか？いや、今は反応がない。まさか他の人質のように。ん？シール10が突入した報復に人質が殺されただろう。何のことだ。他の人質はともかく、奴らは大統領を殺さない。なぜそう言い切れる？ブラックケースだよ。奴らが奪っていった核兵器を解除するケースのことか？そうだ、奴らはブラックケースを奪った。だがそれだけでは意味をなさない。あのケースは最新ハイテク技術と推移を集めたものだ。合衆国大統領の生体データを用いる暗号システムを採用している。生体データ？大統領体内のナノマシンから DNA 情報、鼓動、脳波、血圧等を送信し、それを鍵とするんだ。最新の超並列コンピューターを使っても破ることはできない。入力は脳波、心拍数等が通常の状態でなければ無効になる。薬物や脅迫で入力させることはできない。つまり大統領本人が自分自身の意思で直接入力しなければ入力は認められない仕組みになっている。その上、入力後も一定時間ごとに ID 確認が義務付けられ、確認が得られない場合コード入力は取り消される。だから奴らは大統領を殺さない。少なくとも核を撃つまではな。ここには本当に核が、新型メタルギアがあるのか？無論だ。ブラックケースのシステムは核兵器の解除だけではなく、新型メタルギア起動の鍵も兼ねている。なぜ海上除染施設にメタルギアが？何も聞かされていないのか？全て偽装だ。原油汚染も、その原因となったタンカーの沈没も、何もかもな。このビッグシェルは新型メタルギア開発を行うために建造された。今回の視察もその進捗を確かめるためのものだった。どういうことなんだ？待て。見ろ、スネークのお出ましだぞ。あいつが？そのマイクで盗聴してみろ。キン、バットマンが死にました。構わん、始末する手間が省けただけのことだ。なぜ我々を裏切ったと思います？さあ、もともと狂人の集まりだ。何をしでかしても不思議ではない。背後を調べさせます。奴らの手先だったと。念のためです。例の侵入者のこともあります。奴の兵装、スニーキングスーツだった。ええ、あのスーツについてはあなたの方が詳しいはず。
だがフォックスハウンドは4年前に解体されている。やはり愛国者たちか。シェル2の被害は？汚染海水の循環システムが破損しました。汲み上げた海水が溢れ出し、中央棟の下層ブロックが浸水しています。すぐにシェル1シェル2の連結通路を封鎖しろ。すでに通路にセムテックスと赤外線センサーを設置させました。あれへの影響は？ありません。大統領は？ブラックケースによるコード入力は終了しました。1時間後に再度大統領本人の確認指示が出ます。それが終われば用済みです。それまでは生かしておけよ。分かっています。本体の起動は？もうすぐです。コード入力は終了しています。あとはあの小娘がシステムを起動させるだけです。いつもの手か？いいえ、薬物で何もかもアウターヘブン実現まであと少しか。あのサイボーグ忍者何者なの？シャラシャシカ。私は知らん。あなたも？今調べている。仲間を疑うな、オルガ。信じろっていうの？親父を見殺しにしたあんたを。2年前のことをまだ言うか。シャドウモセス事件のファイル読んだわ。オルガよ、この私を疑うのか？あの忍者が私の部下でないことは確かよ。意味深だな。セルゲが生きていれば。親父がいればあんたになんか従う必要はない。オルガ、セルゲイは私の親友だった。私たちを言ったら殺す。セルゲイの娘よ、いいか、私に自由は向けるな。へへ、分かった。後ろから撃つことにするいいか、仲間割れは妖精。行く当てのないお前たちを拾ってやったんだ。お前たちがよそで非合法活動できる時勢ではない。せいぜいウェットワークでもするしかないだろう。決して裏切るな。他に行くところはない。また始まったか。リキッドめ、俺に復讐しようとでも？その腕の移植にいくらかかったと思ってる？リヨンにいる再移植の国際チームだぞ。フランス人など信用ならん。おかしい、活動が頻繁になってきている。もしかしてあの男が？オセロット、ここは任せたぞ。私は例の侵入者につく。わかりました、キング。うん、キング。あいつは本当にソリッドスネークなのか？そう言っているな。スネークは死んだのか？確かにソリッドスネークは死んだ。だが奴はここにいる。生きていたのか、あるいはもう一人だ。もう一人？いや、まさかな。それより奴らは何を？コード入力は終わったと言っていた。やはり。あんた、ブラックケースは大統領が自分の意思で入力しなければならないと言ったな。ああ。では大統領自身が奴らに手を貸しているということか？そうなるな。一体なぜ？人形でいることに飽きたんだろうよ。我々を裏切るとは愚かな。人形？もう時間がないぞ。奴らは必ず核を撃つ。その前に大統領。核を撃つ？要求のタイムリミットまではまだ時間があるぞ。要求？現金300億ドル。何を言っている。核攻撃は脅迫の手段などではない。それこそが奴らの目的だ。大量虐殺か？いや、奴らは航空で核を使うつもりだ。聞いたことがあるだろ。コンプトン効果やスカラー電磁波。核爆発による電子機器の破壊か？そうだ。大気中で核爆発が起こると5兆メガワットを超える強烈な電磁パルスが発生する。電磁波の強さは数万ボルトパーメートルにもなり、一般の電子機器は全て破壊される。世界経済の中心が機能を停止すれば世界的な大恐慌に陥る。
いや、そうではない。デジタルの吹雪を断ち切り、マンハッタンを解放区とすること、それが奴らの狙いだ。三蔵オブリバティとはよく言ったものだな。